ジョセラテクノロジーカレッジ。最後のテーマは夢や目標を叶えるためにすることとはというテーマでやりたいと思いますけれども、そもそもあれですか大関先生はまあ夢というか、うん、まあ。 多分夢って、学生の時に描いてた夢と、現在研究者としての夢があると思うんですけど。学生の時どんな夢あったんですか。あ、明確でいいですね。小学校の時の卒業アルバムを見るとですね、教師になりたいって書いてます、ね。ほう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 。うん。まあ、なってるっちゃなってるか。なってますね。うん、なってるし、受けてますよ。やった。<laughs> 毎週受けてますからね <laughs> あ。ありがとうございます。だから、もうあれか、学生時代の夢は叶えていらっしゃって、うん、現在形の夢はいかがですか。 現在系の夢ね今何がしたいかな結構いろいろ叶えたので次はイグ・ノーベル賞を取ることかなああ<ー>、うん、か取れる,気質するんですよ受けてる受けてる <laughs> 受けてんなでそれの真意はそのやっぱり人と違うこと変わったことをやりたいやり続ける存在でいたいと思ってるっていうのはありますね僕の中の座右の銘みたいなのがあって不真面目なことを真面目にやるっていうのがあるんですようん 真面目なことを不真面目にやるのが一番最低だと思うんですけど、うんうん、<laughs> 真面目にやれよと思うので <laughs> だけど不真面目なように見えるまあふざけたようなことに見えることも一見ね真剣にやると変わったことが実現すると思うんですよね、うん、でだから受けたいっていうのもお笑いしたいっていうのもあるかもしれないけど人を驚かしたり喜ばしたりしたいっていうのが根底にあるので うん、そういうポリシーで言いますので、まあ、例えばイグ・ノーベル賞を取りたいっていうのは一つそういうことなのかなとは思いますね。いいですね。あ,あとね武道館で講演がしたい。ああ、いいね、うん、いい。こういうね夢はね口に出した方がいいよ。本当ね大人になって分かりました夢は口にするとそれを聞いた人が本当に実現するために手伝ってくれるんですよ。うん、どこどこで何かの仕事をしたいって言ったらたまたまそれの知り合いの人がいらっしゃって本当に実現したことが数えられるぐらいありますよ。 <laughs> どっちがいいんだ数えられないぐらいだったらいいのかもしれないけど数えられるぐらいですからまあそこそこあったっていうことでね、うん、誰々に会いたいとか叶いますよ、うん、いいですね武道館いいですね武道館いいですよねコンサートをするわけじゃなくて授業をしたいっていういゼロで,すから <laughs> でもなんかできそうですけどね、うん、こういう先生が活動を続けてゲームも作っちゃったりしてねあそうですね でみんなでその e スポーツ的にみんなゲームが集まったりとかいるんですよねいや面白いね、うん、面白いですし夢は広がるばかりですけど、うん、皆さん学生の方も集まっていらっしゃいますから、まあ、自らの夢をねぶつけてもいいし、うん、なかなかだって今量子コンピューターと未来接続するイメージってなかなか湧かないと思うんですけどそういった相談を含めて、うん、参加者の学生の皆様 最後でございますが質問あれば挙手首都大学東京システムデザイン学部の泉壮太と申します先日知り合いと量子コンピューターについて話し合ってましてビット数がめちゃめちゃ増えたら知り合いと話すかねどんな状況ビット数が増えたらもしかしたら全世界の宇宙の分子のシミュレーションができるんじゃないかって言って未来予知ができるんじゃねっていう話し合いになったんですよ実際それってどう思いますかそうだと思います っていうか僕はそう使いたいあのドラえもんのび太の宇宙創世記なんかありましたよねあれってそうだよね知ってます <laughs> 宇宙を作ってで星の元をばらまいてぐるぐる回してビッグバンみたいなことをやんですよそれできますよねだから量子力学に基づいて宇宙ができているとでそれで回るきっかけでビッグバンが起こって宇宙ができましたってできますよねでその後どうなるのっていうことをやるんだけど宇宙もそうやってできたんでしょ 追いつかないんだよね。宇宙さ今、まあ、みんなみんな気づいたでしょ。<laughs> 宇宙は量子力学でできててで完璧に物質のその種が用意されていて、我々の宇宙ができてますとで、それと同じシミュレーションしましょう。って、宇宙の最初からはい。用意ドーンってやったら多分同じ宇宙できんだけど、あの？追いかけてくるだけですよね。<laughs> まだお前。 あの何130億年たっとらんかみたいな話になるのでだからその意味ではでも宇宙創成期のことを知るっていう意味ではできるかもしれないしで面白いのがさその宇宙の,その配分比変えたらみたいな <laughs> 全然違う宇宙できるでしょ、うん、そういうのは面白いよね。うん、であとまあ全部やるっていうのもあるけどじゃあ今今何が起こりますか今後っていう時に。 ちょっとまあミニチュアじゃないけれども部分的なもの人間だけとか臓器のこの一部分だけとかまあペットボトルだけとか用意してはい用意ドンっていうのはできますよね。でそれでこういうことが起こりえるっていうことはあの予測するとか知ることにはつながると。量子シミュレーションをする量子力学のシミュレーションをするっていうのはそういうことだからあのおっしゃるようなことができるし違う宇宙が違う。 未来はどうなるかっていうのは調べるツールとしては最高に面白いよね、うんうん、はい。ありがとうございます <laughs> いや質問した方が得だよみんなそうだよ、うん、何答えるか分かんないよ <laughs> 質問しましょう、うん、はい。お名前からお願いします、はい、高科大学が来ました津島えなと申します量子コンピューターでたくさんの壁が乗り越えないと実現できないと思うんですけどうん、うんうん うまくいかないときに、どう乗り越えてた、いいのか、聞きたいです。私は、もう人生的に。はい、皆さんが研究してるんですけど。ものづくりをしていて、うん、正直うまくいかないことが、方が多くて。うん、うまくいかなかったことを、うまくいかなかったって、あんまり思わない、のが、一つ、ありますね。あの、しょげてらんないんですよ。多分ですね、うまくいかなかったことを、くよくよしているのが、一番無駄なんですよね。 確かにね、あ人生の中で多分皆さん特に若いからねあの将来どうしましょうとか <laughs> 進路の選択とかもそうです将来仕事何にしようとか悩むと思うんですけど悩んんんでででいいる時間が無駄なすすよよやればいいんですよで例えばそのものづくりの上で失敗した場合は A というプランが駄目だったまあ駄目だったというか、まあ、思った結果とは違ったっていう発見をしたんですよね。 じゃあその発見は次につながるかもしれないしじゃあ A というプランがなダメだと思ってるんなら、まあ、B というプランをやればいいんですよすぐ。でもちろん現実的にはお金がないからとかあの時間がないから人がいないからとかいうのはあるんだけどじゃあ C プランだったらどうだとかでそういうことを試行錯誤する回数をめちゃくちゃ増やした方が自分の経験値上がってお得なんですよね。であとダメだったっていうのも、まあ、失敗の一つだと思うと。 そのの失敗の、まあ、原因どうにかできなかったのお前とかそういうのは全部見直すすすっていいいう習慣をつけるるとといいんででよよねね冷静になることですよ、ね、失敗だギャーっつってるやつはダメで <laughs> 失敗だギャーって、まあ、受けるのはいいんですけどちょっと助けてって意味でギャーっていうのはいいんだけれどもその時にギャーの後にすぐなぜ失敗したか。 失敗した理由を全部解析すするっていうのはありますねこれね僕ね中学生ぐらいからずっとやってるんですよね暗記のテストとかどうしてもあるじゃないですかで暗記するでしょ、うん、ABC ってどんどん覚えていくじゃないですか、うん、1一問でも間違えたら絶対最初っからやりますんですねであと研究してる時もあの法則が僕の中であるんですようまくいこう法則って研究ってまあ皆さんの想像通りゼロから始まって10まであるとしたら 一1234思ってるかもしれないけど実際はね0ゼロから1行った後ゼ0に戻るんですよで2345ぐらいまで行って調子ぶっこいてるあたりでいきないゼ0に戻されるんですよで最後の最後に9ぐらいまで行ってよし完成って思った時になんでそもそも俺はこういう方法をやったんだっけって絶対戻すんですよで01234って順番にも よどみなく再現ができるとかよどみなく理解している時はその研究は完璧だっていう自分の中での法則があって78ぐらいでもなんか先生いいじゃないですかみたいなことあったりするんですけど納得いかんとか <laughs> なんでそもそもえこの論理とか順番とか合ってるとか全部見直すんですよね。 だから失敗した時にどうするかっていうのにも通ずると思うんですけれどももうなんか緻密に一つでもずれないようにというか階段を上るかのように絶対スキップしないみたいなすごい超絶なんか飛び抜けたアイディアも理由はあるんですよ。 なんであいつはこんなこと思いついたんだろうっつったら中学生の時のあの体験と高校生の時の先生のあの一言と大学生の時の勉強した教科書の231ページにあった問い合うとかそういうのが全部あってそれが全部つながって今になってるはずなんですよね。それがちゃんと思い出せるように今やったことこれまでやったことは全部記録に残しておくといいですよ。うん、です、はい、ありがとうございます。 というわけでじゃあ最後にね益子さんも一回おいえ頂いていろんな、ね、量子コンピューターの可能性、えー、現在に至るまでのお話いろいろ伺いましたけれども現在系でねどういうことを京セラさんやってるかという事例を京セラさんとしてやってることをちょっと最後に教えてください。はいね、皆さん、京セラってて何してるかかかります京<お>セラってセラミックの会社でセラミックをまず作って、うん、そこから物部品を作ります。 セラミックの技術を使って物部品を作ってそれが人工コツだったりそのも作ってるしセラミックパッケージとかいろんなものを作ってるんですねでそこからそれを使って今度携帯とかデバイスを作ります携帯とかあとは w i f i 機器とか IoT 機器とかを使ってますでそのデバイスはデバイスだけじゃ困るので今度それをどうやって運用するかサービス流れコネクションをどうするかっていうふうに 結構いろいろやってるんですねなのでキョウセラ全体では量子コンピューターをどこの分野でも使おうとしてます使います知って, <laughs> てるくせにだいたい最適化問題が潜んでるのでいろんな分野で使おうとしていますで、私は量子科学の専門なので 新しい材料を見つける設計をするために使おうとしてます。新材料の設計のために使ってます。ま、うん、としかまだ言えません。<あ> <laughs> <laughs> でもそれを量子コンピューターとやることで今で人と現存するコンピューター等ではたどり着けない結果であったりとか、ね、シミュレーションというかもできると。はいはい、いろんな可能、うん、物質の 例えば A って材料と B って材料と C って材料をこれぐらいの感じで混ぜた時にどんな機能が発現するかっていうのは混ぜてやってみないとわかんないんですけどじゃあその配分を全部やってみるうん、うん、実験してみるってすごい大変なことなのでそれをいい組み合わせをこうざっとアニーリングで分かったら楽かなとかそういうい感じです調べるわけですね発見するわけですね。<laughs> はい そのの後処理は今までの従来法っていうか量子化学計算とかを使ったりするんですけど当たりをつけるのに使えないかなとか当たりつけるの大変なんですよねメーカーがね特にねその道のプロの方がここをこういう感じで削るといいんだよとかあるんですけどまあでもあれだよね経験則とか職人さんみたいな人がでもどんどんあれだもんねやがて定年のでやめていくこともあるけどそれがまたねフォローになってますよね。 Hmm.